あ、皆さんこんばんは。トモパールです。自粛期間いかがお過ごしでしょうか。ちょっとねビール飲んでたりして遅くなっちゃったんですけど、こんな遅い時間なんですけど、結構、深夜に私は仕込みとかをすることが多くて、次の日何食べようかなって考えながら漬け込んだりするんですが、今日はですね何でも美味しくなるという、肉味噌を作ってみたいと思うので、ぜひもう白ご飯がたまらなく、美味しく食べれるということで、作ってみたいと思います。皆さんも一緒によかったら作ってみてください。それではレッツクッキング。はい、まず、フライパン適当に用意します。いつもテフロンのだけど、今日はもうこのスキレットでやっちゃいます。火をかけないで、とりあえずお醤油100、そしてじゃあ私は結構このパラパラミンチを家に、置いてるので、このパラパラミンチをね結構具っぽい感じで作りたいと思う。これ出た300、この300のところぐらいまで入れます。結構多めだけど、これ冷凍だからね少なくなると思うんです、水分あって。さあ、これで火かけていきたいと思います。弱火です。パラパラになるようにしていきましょう。じゃあこのヘラを使おうかな。なんと実はこっち側にももう一個あるんですけど、お鍋がここにはですね、牛の膝の、わあ、牛の膝軟骨のスープを作ってます。なんかトロトロに煮るんですけど、これはもうニンニクとネギの青いところと、もう私のいつも大好きなやつですね、見てくださってる方は知ってるけど、青いとことで、煮て、もうトロトロになるまで。膝軟骨は結構牛すじとか、そう、あ、ごめん切れちゃった。牛すじとかよりも膝軟骨は硬いので、うん、なんだろう、そうですね、結構煮るのに時間かかってます。今圧力鍋で煮て、その後にまた1時間くらい煮込んでます。もうプルプルって感じ。セロリもね一緒に入れました。多分臭みをね消すためにね、まあそういったことは置いといて、はい、こんな感じで火を通していきます。いい感じ。さあ、ここで足していく、調味料を入れたいんですけど、ニラはなんと見つからなかったので、私は今回ニンニクの芽を使いたいと思います。ででーん、ニンニクの芽だからちょっとあれだな、これはもうお肉と一緒に炒めた方がいいのかな。私は結構野菜をですねそれなりに短く切ってすぐ保存しちゃうんですよ。ニラのニンニクの芽もほら、間違えた、このくらいに切ってて、常にこうバッと入れれるようになってるんですけど、ニンニクの芽はねちょっとこのくらいかな、細かく切りたいと思いますね。細かい方がいいね。ね、切ってるとこ取りたいんだよね。新しいスタンドでも買えばいいのかしら。細かく切ってきます。ちょっと火通したいな。なんかこうやって料理をしながら、以前クックパッドさんで、ね、放送させていただいたんですけど、結構喋りながら料理もできるんですよね。
なら結構歌いながら料理したりも結構の量過去の動画でしてたりもするので、今回結構ちゃんと前回よりも反省してですね、前回よりも反省してちゃんと家庭を見せたいなと。いつもね気づいた時には遅くて家庭をね見せれないんですよ。でなんかこの間はすごいレシピだけカカカカと載せちゃったんですけど、今回はちゃんとしたいと思います。これね本当はニラで、ニラがいいんだよ。でもニンニクの芽も香りめちゃめちゃいいんで、なんかニラよりも歯ごたえ期待してる。ちょっとすごい元気だから結構細かくいきます。どうかな、皆さん一回お見せしますか。はい、ね、音が嫌な人いるかも。はい、だ細かく切ったこの肉をね、このね、あでもニラと近いからいいかな。これを一緒に入れていきたいと思います。ネギは水出るかなと思うので、今日はネギもね絶対合うと思うんです。でちょっとなんか食感ありきがいいかななんて思ったりして、もっとね多分ねニンニクの芽入れてもいいかもしれない。そしたら切りたいと思います。生姜も、まあ、どうせ一緒に入るからね、一緒のところにしちゃいますよ。じゃあ行きましょう。まず生姜の、生姜をね千切りにしてからの方がいいかなと思うんですけど、私は結構皮も一緒に使っちゃいます。こんな感じでバラバラバラン、ね、切ってるところがしたいと思います。はい、まずこう一旦千切りにします。こんな感じでね、うん、そしてここかな、始めよう。ここかな、こうやって切っていきますね。細かく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 、これはもう和える時に火を通さないので細かくてもいいです。玉ねぎを入れても美味しいみたいなんです。この後々来てね、なんかねみじん切りでいいかなって感じです。で、さあこれが美味しくないわけがないよね。生姜ちょっともうちょっと足そうかな。なんか生姜いっぱいの方が絶対美味しいもんね。もうちょっとこれさ、一生つけとくほどとかないのかな。絶対あるよね。でもある一定時間いっちゃうと落ちちゃうね。絶対ビール飲みながらちょっと舐めても美味しいと思うのこれ、ね、生姜好きな方はね結構生姜を多めに、全然ふざけたと思ったけど生姜をね、あーいい音。なんかさこう包丁のこうサクサクサクっていう音とか料理の過程の音って結構落ち着くんですよね。だから結構深夜に料理をして朝食べるものとかを仕込んだりとか、ちょっと時間の差のもので楽しみにして寝るみたいなことが多いです。はい、それではこんな感じで一緒の皿にいっちゃった。ただーん、こんな感じです。さあ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 、そしたらこの肉味噌先生そのまま保存しようと思うんですよ。だからパックには入れるんですけど、じゃあね、このよく、わっ、味の火の通った肉味噌に入れたいと思います。
るだけです。ザカザカザカ、ちょっと片目じゃ無理だから、戻しまーす。さあ、というわけで、いやー、いいですね。こりゃこりゃ、入れときまーす、入れてきまーす。ザカザカザカ、もう香りがとてもとても良い。いいね、あえちゃいますね。これと、わ、やばい。これはね、ニラが欲しかったぐらい。見る？すごい。これはちょっとだけどさ、よくね、ほんと取るの難しいんだよね。はい、こんな感じで。わお、うまそう。わお、服汚れた。まあね、いいとしましょう。この後洗濯すればいいんだから。あ、取りながらだったら楽なのに。ん？取りながらだったらじゃなくて、普通に飲みながらだったら楽なのにな。これに、私は今からさらに足すんですけど、これで今どんな味なんだろうね。うん、これだけでも相当うまい。にんにく、本当はね、刻みにんにくあるんですけど、今日はもうチューブにしちゃいます。はい、にんにくをまあ私は結構好きなので4センチぐらいで、もうちょっと入れてもいいかな。もうちょっと入れようかな。うん、これは今日6、7センチいきました。なくても結構美味しいんで、生姜が入ってるからね。うん、私は生姜入れるつもりなかったけど、いいね。もうこの時点で多分もう、ね、やばいと思うんですよ、生ニンニクは。で、上に唐辛子を、私はさらに辛くしたいので、これだけでも OK だし、輪切りにした鷹の爪もなんですけど、美味しいと思うので、ででーん、カプサイシン、カプサイシン、カプサイシン入れたいと思います。カプサイシン、これね、入れすぎると本当に脂肪しちゃう、脂肪、本当脂肪やばいので、ほんの少し、うん、入れます。好きな人はね、多分これ好きな人は多分自分のいける度合い分かってると思うので、これで混ぜますよ。あと何入れようかなーって感じ。うん、これだけでも絶対美味しいけど、そうね、これは、そうね、そうね、やっぱり、あ、違う、それよりも絶対に入れなきゃいけないものが、忘れてました。開けてなかったからね。うちはもう消費量がすごくて、ごま油すぐつけたりするんで、一人暮らしはね。ごま油、でれれ、二回しくらいかな、一回しくらい入れました。今ね、こんな感じです。そうだ、こっちを近くにすればこんな感じです。絶対美味しいじゃん、もう絶対匂いが、はぁ、美味しそう。うん、チョケ誰、これはチョケ誰だ。うーん、もう辛いけど、これは砂糖が必要けど、砂糖もいいんですけど、そうね、砂糖だね。よし、じゃあ、ただーん、ラカント S を使ってますね。見事に反転してましたけど、砂糖はね、これはもうお好みなんですけど、私はちょっとがいいので、大さじ1くらい入れました。ザクザク料理なんでね、人にね教えるのに向いてないんだよね、ちょっと感覚なんですよ。甘いのが良かったらぜひ、これ多分どんぶりもあるけどさ、普
スに酢丼作って上になんかちょっと一緒に乗せたりとかお蕎麦のつゆに入れて肉そばにしたりしても絶対美味しいの。ね、そう絶対美味しい。ホール、ホールシット。さあ、じゃあ次はもう青と入れるだけです。やばい、今なんか押しちゃって今までの過程が全部消えてしまった。どこまで行ったっけ。え、どうしよう。とりあえず青唐辛子を刻んでですね、あ、出せるね。青唐辛子1個辛いやつ出せるかな。台湾かな、中国かな、台湾ですね。台北市だから台湾の空港で買ったこの超天ラージャン、ホットチリソース、めちゃめちゃ辛いやつ、これを入れました。ワンスプーンね、結構。そしたらやっぱ赤身の色が欲しいんでね、ほら見て、改めて改めてこれ味見します。これはね、本当にあったかい白いご飯にのせたらいいと思う。きゅうりをつけたらいいと思う。こんな感じですね。さあ、というわけで、ね、皆さんに一応ね、完成形をねしないとね、ということで、じゃあ、お皿に入れるか。できましたー。入る。あ、ぼぼぼぼぼぼ、わお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 。やだ、この下白なのに、ちょっと。できました。タル特製。あ、ヘイヤワンやじゃんか。来ました、タイル特製肉味噌。あ、汚い。タイル特製、手も汚い。タイル特製肉味噌でーす。さあ、というわけで保存も効きますし、ぜひよかったら皆さん一緒に、ね、作って食べてみてください。良い週末や自粛期間をお過ごしくださいね。自分を守れるのは自分なので、ぜひぜひ皆さんお気をつけください。そしてこの期間の間に、働いている方々もお疲れ様です。いつもありがとうございます。それではバイバーイ。